郡町の感謝農園平井。先月中旬からあんぽ柿作りが始まりました。忙しいなんてもんじゃないですね。夜寝る暇もない。忙しくて皮を剥いた柿は一つ一つヘタを紐で結び硫黄でいぶします。見渡す限り干されているのは最盛期間近を迎えているあんぽ柿です。この1ヶ月が最も忙しい時期ということで、今も柿を干す作業が進められています。あんぽ柿の甘さに欠かせないのが寒さ。冷たい風にさらし身の甘さを凝縮させます。糖化をさせたり、あと綺麗な色のあんぽにさせるのには寒い風が必要なわけです。甘くて美味しい、とろりとしたあんぽ柿になるわけです。人間の体もその寒くなるとそういう甘いものを欲しくなるんではないでしょうか。本格的な冬の到来で甘さを増すあんぽ柿。この農園では今日から道の駅などへの出荷を始め、これから最盛期を迎えます。